上げ話どれ。
Thank you.
いらっしゃい。またどうぞ。いらっしゃい。毎度あり。またどうぞ。
してくれんかの。なぬ？トヨが心配しているとな。さてはお主が文にあった秀の字とやらか。だんまりとは怖いの。仕方ない、トヨのところへ連れて行っとくれ。いらっしゃい。またどうぞ。
の旗は見覚えがある。源氏と平家の軍勢ではあるまいか。ということは、ここは写し世ではあるまいか。しかし何故へ時を超えて知らせたのか。それを知るには先に行ってみるしかなさそうじゃの。
なるほど。小刀を見て主の刀と間違えたということか。ほう、主の名は牛若とな。武勇名高き源義経ではないか。Thank you.
ここで敵の増援を食い止めてくれるようじゃな。わしらだけで義経に会いに行きますかの。この合力であればあの大弓も使うことができるであろう。矢を見つけたら渡してやるがよい。
やる。
人の戦が怨念を生み、怨念があやかしを生むか。御霊を沈めたまえ。弁慶が武具ではなく、まれびとを見つけてくるとは。半妖として生まれた私を迎え、武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住むあやかしたち、そして私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身。源の九郎宝眼義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、源氏に伝わるあやかしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは新たなまれびとの光。同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。